どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。本日9月7日も日経平均は強いバンドウォークのまま、プラス3シグマの上を推移しているという非常に強い一日となっています。そこで今日はトピックスと日経平均それぞれの月足、なんと31年分のチャートからフィボナッチを使って上値目処を探っています。またヘッドラインが出て急騰したソフトバンクグループについても見ていますので、ぜひ最後までご覧ください。 ご覧くださいそれでは早速9月の8日日経22 5オプション考察始めていきましょうはい本日のメニューです今日もボリンジャーバンドねバンド多くしてますからボリンジャーバンドを見ていますそれからオプション手口先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきますはいまたまたポッドキャストのご紹介です オプション投資ラボラジオ部屋ということでスマホアプリスタンド FM において毎日ラジオアプリで収録をしていますだいたいね夕方16時から18時の間の更新を心がけてましてだいたい10分から15分ぐらいの番組という形になっていますあのいつもね動画はどうしても23時24時っていう時間帯のアップになってしまうのでまあ相場が15時に閉まった後の最新情報を踏まえて今日ねどんなことを動画で言うかとかまあ動画ではお話し しなないようなポジションとか考え方みたいなことも含めてラジオの方でもねラジオ部屋別室みたいな形でやってますそれからライブの方も先週土曜日初めてやったんですけど今週も土曜か日曜どちらかでライブをねしていきたいと思っていますあの日付が決まればねまた明日か明後日ご紹介をしたいと思いますのでまだお聞きになってない方は是非スタンド FM というアプリでオプション投シラボで検索していただければこの左の方のアイコン出てきますので是非フォローして聞いていただければと思います 概要欄に、ね、アプリリンク貼っおきますのでぜひよろしくお願いいたしますはい、それでは9月7日、相場外況からです。本日も強い上昇で、256円高、プラスの0.86%で、日経平均は29,916円。ザラバ中には3万円をね、現物が超えるということになっています。昨日のナイトでは先物がもうね、3万100円台まで上昇してたんですけれども、現物の方でもね、一旦は3万円にタッチをしたということになっています。トピックスも、トピックスも、 は今日はね強くってププララススこちらはね、最後のコーナーでも取り上げますけれども、31年ぶりの高値を更新中ということで非常に強い相場になっています。マザーズも今日は1.14%の上昇、プラス13.00で1148.86ということになっています。売買代金も今日はね、非常にもう朝から、え と、あれですね、9時15分の段階で5000億円を超えていたというぐらい、まあ、活況だったので、東証一部、売買代金3兆4335億円、マザーズは1496億円となっています。 え、ビックスと日経平均 VI ですけれども、ビックスは昨日ね、レーバーデーでアメリカ休みだったんですが、動き出して17.21まで上がってきました。それから日経平均 VI は今日もプラスの0.51、20.91ということで、引き続き上昇してるんだけれども、えっと、コール側でね、どんどんボラティリティが上がっているという形になっています。 はい。それでは日経平均の冷やしのチャートを見ていきたいと思います。今日はここですね。ちょっと上ゲをつけたっていうところが少しね、3万円タッチして、まあ一旦のね、利確が来たのか、まあさすがにね、これ窓開いていて、明日窓開ければ三空になっちゃいますから、まあ、ちょっとね、あの少し加熱感がもうそろそろ出てきてもおかしくないということになります。で、モメンタムはこのね、青い2105っていうのが、 実は今年の最高値のモメンタムなんですね。なので今日2100になってますから、モメンタムはこのね、2021年で最高の値になってきているということでえ、実はね、今年一番の急騰ですよっていうことをモメンタムは表しているので、やはりね、強いということはしっかりと えー、見ておいていただいて、まだね、もう本当にこれは下がってくるまでは強いという見方をしないと、まあ、ここがちょっと上髭つけたからまたね、天井かなと思って、この辺りでね、3万円で、まあ、売り仕掛けしたくなるんですけれども、まあね、慎重に、あの、チャレンジで、浅めにロスカットを取りながらチャレンジする分にはいいですけれど、まあ、この辺りでね、売ったものを持ってたりすると、まあ、まだもう一段の踏み上げあるかもしれないので、引き続き注意をしてください。 はい。次にボリンジャーバンドですね。ものすごいラッパーの形になってきました。そして今日もバンドオーク。今日もですね、このプラス3シグマもなんかもうものすごい角度で今上がってますけれど、そのプラス3シグマ上なんですね。今日プラス3シグマ終わり値ベースでは29,936円。で、終わり値が29,916円ですから、まあね、あのプラス3シグマよりも終わり値ベースでは20円だけ下なんですけど、まあほぼほぼプラス3シグマの上で推移をしたと。2日連続プラス3シグマ 上でこれ推移してるんですねですので、えっと引き続き強い、そしてバンドウォークが開始された9月の1日からですね、5日連続ということになっています。で、いつもあのこの動画でお話をしているように、日経平均の場合、バンドウォークを開始すると、冷やしベースでだいたいね、5日から8日なので、一旦5日まではやってきたということになります。ですから、早ければ、 えっともうね6日目にはプラス2シグマを割るような動きにはなるんですけれど現状はまだねここかなり差があるので、まあ、いきなり明日ね500円とか700円とかの急落にもならない限りはプラス2シグマを割ってくることはま,あまだねちょっと考えづらい展開なので引き続きまあ6日7日と万ークをするような 可能性が高い。ただね、明日は、まあこれもオカルトチックな部分ではありますけれども、えメジャー S 級州の水曜日ということでね、いわゆる魔の水曜日とよく言われて、まあ下落しやすいと言われてるんですね。ちょっと私ももう最近データしっかり取ってないので、あの本当にね、あくまで言葉としてね、まあの水曜日ってことを使っていて、本当に下がるかどうかってのはちょっと何とも言えないと思います。で、あとは今日ね、この後、 今収録してるのが21時半ぐらいなんですけれど、えっと、アメリカ市場がね、あの、昨日休場だった。 ところで、まあ、レイバーで開けということでこちらもアノマリー的にはレイバーでの休日の翌日はねあんまり成績は良くないらしいので、まあ、ニューヨークダウが少しね南朝になってくると日経平均もまあ少し一旦ねちょっと押し目をつけるような動きになるとすれば明日ね水曜日下落というシナリオも十分考えられるんですけれどもまあまあこの程度の、ね、根拠で下がると見込んでの仕掛けっていうのはまあよほどね余裕があったりとかまあちょっとねプット買いを入れてみようかなぐらいだったら ね、もちろん10月切りですよあの。9月切りのプット買いはもうすぐね、ハゲ落ちるんでやめた方がいいと思います。ということで、まあ、10月切りのプット買いぐらいの話だったらね、まあいいかもしれないですけれども、うんとまあ,あの、上昇がね、引き続きえ継続するという、まだスタンスでいかないと、 え少しししままだまだ厳いい展開にななるかもしれないですね下手に売ると。という形でまあねなかなかまた、えっと、昨年の11月の、ね、ワクチンラリーみたいなちょっとバンドの形になってきたなという状態になります。<music> はい。それではここからはオプション手口を見ていきたいと思います。海外勢合算からですけれども、いよいよもう9月の10日が S q ですからね、あと2日しか取引できません。なので、まあこの中でどん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 反対売買で縮小してくるかなと思いきや、まあね、かなり上に下にと今動いているので、 ちょっとね昨日もお話をしたように、残高が全然開示されてないところがトレードされて、1日2日のデータでこれね、累積出てくるので、まあ、ちょっと判断はしづらいんですが、今日はコールの3万500が1741枚、売り越しになっています。で昨日は3万円のコールが1232枚、売り越しだったんですけれど、今日百116枚だけね買い戻されたと。 で、ザラバ一旦3万円を超えて、2万9千、800円、900円のところまで一旦ね、下がってきてるという状況ではありますけれども、まあ、あのー、3万500にまたね、一旦大きな蓋が入ったということなんですが、まあ、これはもうね、株価が上がっているので、あの、どん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 上にね、売りを入れて、プレミアムを少しずつずらしているということだとは思います。なので、うん、ち,ょちょっとね、S q に、このオプションの手口から、 どこで収まりそうかっていうのは。 なかなかここはね、残高もこれ全然違うかもしれないので、ちょっとね、考えるのが難しいかなという気がします。ただ、昨日1200枚売られたコール3万円というところで、一旦今日はね、超えたんですけど、押し戻されてますから、まあ、もしかしたら S q に向けて一つのね、バトルポイントが3万円か、もしくは2万9500円かっていう値かなという気はちょっとしています。ちょっとね、それも見越して今日3万500円というところ大きく売って、プレミアムを取りに来てるのかなという気もしますし、 政治絡みでまたね何かちょっとネタが出ればボーンと3万500円も抜けていくような動きも十分あるのでもう今みたいにちょっと,、えー、と政治がね話題の中心にある時はあまりねあの上がっているのであればそれに逆らわない下がっているのであればそれに逆らわないという方がいいのかなという気がしますでえっ、ー、とプットの方も枚数はそんなに多くないですけどね今日は2万9500のプットが283枚買われましたで2万9000のプットが299枚売り越しということで まあそんなに大きなあの枚数ではないので体制に大きなね変化はないと。 ということで、引き続き、プットは29,500円よりも下のところはね、海外勢、プットを売ってきていると。ただ、コールの枚数に比べると全然少ないのと、もうね、コール、あープットのプレミアムはもうかなり剥げ落ちてしまっているので、この辺枚数あってもほとんどね、もうあの価値がない、まあ、こまあ、価値がないとはまだ言わないですけどね、28,000円上のところは。ただ、言うてももうかなり安くなっていて、枚数の割に影響力がないので、まあ、そういう意味では何かね、プットを 買い積んで最後 S q に向けて下へのねなんかこうチャレンジというか宝くじというかなんかそんなチャレンジをしてるようにも見えないのでまあ引き続きね2万90003万円このあたりかなという気がしないでもないと思っております。 はい。次にゴールドマンですけれど、ゴールドマンは今日はね、ほとんど、まあ今日もですけど、触ってきていないということで、コール側は3万円のコールを100枚買って、これね、先週まで300枚の売りでしたから、まあ昨日今日でこれゼロになってる計算になってますし、その上3万500のコールも昨日240枚売った分の100枚買い戻しただけでね、あんまり動きに変化はないと。 いうことで、まあ、引き続き、下目線だったものが一旦上に担がれているので、2 9000円よりも上のところはね、少しコール買いが入っているんだけれども、まあ3万500円ぐらいにはね、あのコール売りがあったっていうところちょっともう今日は決済をしてきているというような流れかなと思うので、まあ2万9000円よりもやっぱりね、上のところはちょっと見て、まあ下のところを決済して、この辺りでね、コール買いを入れていると。だからまあまあ、うんと、 ゴールドマン的にはね、おそらくですけど、29,500円から3円の間ぐらいで収まる方が、この辺が利益になるのかなという気はします。で、プットの方は、ほとんどね、触ってきてなくて、まあ、ちょっと29,750とか29,500のプットは今日ね、あのわずかに買い特に29,500のところだけ130枚の買いを入れているというような感じですけれども、なので、まあ、これはね、SQ に向けて、少し29,500円を下回るかもなという感覚で入れているのか、ここがね、開示されてい ないので、えっと、そもそも売り持ってたものをたまたま決済をしただけかもしれないので、まあ、ちょっとねこの数字130枚を持ってちょっと SQ 下を見てるとかいうことも特にないかなという気はしますはい次にアムロですけれどもアムロももう引き続きねあの枚数をガチャガチャやっていって1000枚以上のところがもう赤とあのピンクとねブルーでバーっと塗られてる状態で結局ようわからんみたいな感じですが一旦はまあやっぱりねこの 売りと買いのバランスを見ても、全体的には上に行けば行くほど、まあまあ、いいようなバランスにはなってると思うんですよね。で、さらに3万円と3万250のところにも、えっと、昨日今日でコール買いをね、積んできてるということなので、今、ATM 近辺が、まあ3万円からね、2万9750円、このあたりが黄色くなられていて、ATM なんですけれども、まあね、あの、そこよりも上に行くと、 まあ全体的にね、あのまあ、売り都会でバランスを取ってるんですけれども、利益になる。ただね、強く上に行ったら、べらぼうに儲かるとかっていうほどの、もう今ね、あのポジションにはなってないと。しっかりとコール、売りも入ってるので、売りと買いでまあまあまあっていう感じで、ちょっとね、こちらももうあまり当てにならないようなバランスになってると思います。で、プットの方もまあまあ、売りと買いなんですけれども、ちょっとね、3枚のところがプット260枚今日買ってきて、 いますが、まあ、こちらもね、3万円のコールを1700枚とか、あの、買いの、まあ、今ね、計算になってるので、まあ、ちょっとね、プッと下に行った時に、まあ、現にね、今、下に行ってるので、まあ、このあたりで少しね、あの、プレミアム、買いプレミアムを入れてきてるんですけれど、全体的な枚数からいくと、そんなに大した意味合いはないので、まあ、アムロとしては、だいたいね、2万9500円ぐらいよりも上であれば全然いいよというようなバランスに変わりはないのかなと思います。 はい、最後、先物ですけれども、先物は昨日の動画でもお話をしたように、すでに9月切りはロールオーバーなので、私はね、時間の関係上どうしても9月切りしかあの集計、まあ、記事化しか集計できないので、今は、えっと、ここのね、買いポジションだった9月切りを売り決済して、ロールオーバーで12月切りをね、買っているという状況だと思いますので、まあ、あの、もともとね、14万枚あったものが、 もう2日でね9万3000枚売られていてあと残り5万枚ですけどまあおそらく8日9日でえっとまあ明日にねもう4万枚ぐらい決済されるんじゃないかなと思いますのでここはまあもうあまり見ても仕方がありませんえっと10月切りにね移行したらあの先物は12月切りですけれどに移行したらまたその最一番近い月曜日の残高を見てから先物はねしっかり12月切りを見ていきたいと思います はい。ということで、今日の着眼点ですけれども、今日は冒頭でもお話をしましたように、トピックスに着目をしていて、え少し長い足ですね。31年ぶりの最高値を連日更新をしています。 トピックスがまあ直近は強かった。まあ、その後ね、日経平均がぐんと強くなってきて、まあ、どちらも今は強い状況ですけれども、31年ぶりの高値更新ですということで、月足のヒボナッチを見てですね、だいたい上昇メドを見ておきましょうと。で、それをそのパーセントでね、日経平均に置き換えて見ていこうと。それから、えっと、ソフトバンクグループがね、今日大きく上昇してます。ですので、えっと、反転開始なのかどうかっていうところもね、やっぱり日経平均の大きな あの、上下動のね、要因になりますから、ここを見ておきましょうということですね。はい。まずトピックスの突き足で、1990年から、えっと、30年ちょい分ですね。なので、めちゃめちゃちっちゃくて、え、見づらいんですが、えっと、ここはね、雰囲気として見てくださいということですね。えっと、31年、まあ、今日、2063ポイントということなので、ここをね、抜けたんですけれど、えっと、31年前の、え、1990年8月、 につけたたねこここの高値ここをいいいよよ抜いてきたと前回はね、えっと、こことか、えっと、ここの高値を抜いてね、ここの高値を抜いた時に30年ぶりの高値みたいな話をしてたんですけれども、さらにもう一段ね、高いところを今日抜けて、あ、昨日、あのー、金曜日からね、もう抜けてきているよという話になっています。で、もうあとはね、ここを抜けたら、まあ、一旦ちょっとここでね、おしめというか、つけてますけれど、もう最高値までね、本当にここまで上がってきたという感じになっています。 ちなみに私はね、こんな時からは投資はしておりませんし、若い人、のね31年ぶりですからね、20代の人はここにはね、生まれていなかったというわけで、わけなので、そこからずーっとね、なかなか上がって落ちて、上がって落ちて、この辺りすごい低迷してた2011年近辺ですけどね、まあまあよくぞここまで戻ってきたということになります。はい、ではトピックスの方で、まず突き足でね、さっきのチャートにフィボナッチリトレースメントを 重ね合わせましたでただね今回ちょっと見ているのはあの本来は始まり値と終わり値のねローソク足の実態のところで取るんですけれど基本的にまあ我々はオプションをメインにね考えているのでオプションの場合はあの終わり値というものは、ね、場中に大きく、まあ、あのオーバーシュートした場合にはドーンとプレミアムがねあの跳ね上がりますからそこであのまあ決済をしたりっていうことは動きがあるので。 一旦ね、ちょっと、ヒ、え、ゲ、っと、の上下で、取、えー、っています。ですからね、あの、よくなんかいろんなところで語られるヒボナッチとはちょっと数値が違ってますけれども、まあそういう意図です。ということで見ていただければと思います。で、今ここですよね。38.2%押しが2091ポイントと、2091.22ポイントなんですね。38.2%押し。 で、終わり値が2063.38です、今日。ですから、この2091ポイントまで、あとわずか1.34%の上昇でいっちゃうので、まあなんならね、明日もうここ抜けてくるかもしれないぐらいのところ、まあいわゆる38.2の目処まで来てると。なので、ここの目処で一旦天井を打つのかね、この51%パー、あのン0のところでこの辺ね、ずっと上値抑えられてますよね。なので、まあ大体フィボナッチでこう、 この目処のところで一旦こう節目になりやすいので38.2のところでね節目になるのであればもうあと1.3%上昇すればトピックスはその位置に来ますと。で、これ日経平均に換算すると3320円という水準になります。まあ今日、今日、今日というか昨日のねナイトでも3100円後半まで行きましたから本当にあとね200円弱というところまでは先物では一旦見に行ったということになります。で、 仮にここですよね、23.6%押しってなると、2421.74という値になって、ここまではまだね、あと17.37%上昇しないといけないので、まあまだね、ここまでは17%上昇なので、ちょっと距離があるかなと。 で、ちなみに、日経平均が17%上昇すると、35,110円になるんですね。どっかのレポートでね、36,000円あるぞっていうレポートが最近出たばっかりだと思いますけれども、その辺の水準になってるんですよね。なかなかこの辺の算数は面白いかなと思います。ですので、まあトピックスがまずはね、38.2押しになるような動きになれば、日経平均も、まあ3300円とかね、 3万400円ぐらいになるよっていうところをちょっとイメージとしてね。まあもちろん日経平均のトピックスの上昇率って当然違いますからね。まあザクとしたイメージとして見ておいていただければということになります。じゃあじゃあね、最初から日経平均に置き換えしてみてみようよというところで、えっと日経平均も同じように突き足にして、ちゃんと高いところからね、このバブルの一番高いところから、一番ね、地獄を見たところですよね。ここのフィボナッチを取ると、 今株価ここですよね。なので、なんと日経平均はもう38.2押しはクリアしています。で、次23.6押しですね。ちなみに38.2押しの時はね、26,934円だから、27,000円を割れた水準ですよね。ここ止まってますよね。この辺もね、面白いですよね。27,000円割れて、 えっと、日経平均は止まって、そこから急上昇ね、8月の末から急反発してきた流れですけれど、まあ、今ね、僕も今日気づいたんですけど、えっと、この月足で見た時にね、大体、あの 38.、38.24社のところまで戻されて、戻、あの、反発したと。で、次は、じゃあ、目処はね 23.、23.6%推しということで、これはいくらかというと、ここに記載があるように、31,645円という水準になります。 ま、3万1650円ぐらいですね。ですから、えっと、あとね、だいたい5.78%上昇すれば、そこにタッチをするということで、まあ、あとね、5 6、6%の上昇だったら、まあ、今のバンドウォークの時にね、ポンポンポンと言ってもおかしくないので、ま、あま、あね、勢いが衰えなければね、この政治の情勢の中、それぐらいまではあるかもな、まあ、そこぐらいまで行ったら一旦ね、ちょっと戻されるかもな、ぐらいのイメージで持っておくといいのかなと思います。はい、では話は変わって、次はね、ソフトバンクグループの方を見ていきたいと 思いますが今日はすごい上昇でしたえっと今日はね9.86%の上昇ということで、えっと、日経平均をこのねソフトバンク1社で134円も引き上げていますできっちりと50日移動平均線のところで一旦ね今日は上げ止まった、まあ、25日でね始まって25日を超えたっていうところから50日までね一 10%近く上げたとということで、まあ、非常に強い上昇でしたでここはヘッドラインが出ていて、ドイツテレコムの株を取得して第2位の株主になったっていうのがね、まあ今日はヘッドラインが出て買い手がかりになって一気に上昇したということになっています。まああのブルームバーグなんかではね、ヨーロッパの方に足がかりができたので、まあ、非常にいいディールだったっていうところで、まあ市場もそれを交換,あの交換したということなんだろうなと思います。で、次のね、あの、日足の チェックポイントってのは75日移動平均線、この緑の 75MA ということになるんですけれども、ここがちょうどね、あの、今日のところで7300円のポジションですから、あと5%なんですよ。日経平均もあと5%でね、あの、フィボナッチの節目でしたけれども、ソフトバンクもあと5%、5.14%上昇すれば、 次の75日のね、ところ。で、一気に上昇してきていて、モメンタムも急上昇してきてますから、ここはね、かなり半島開始というところで、このあたりまではね、全然、まずは見ておかないといけないかなという気は、なんとなくしてます。僕はね、ソフトバンクグループの株主でもなんでもないので、ただこのチャートを見てね、適当なこと言ってるだけなんですけれども、まあ、大体ね、ここぐらいまでは、まあ、なんかここぶち抜いても全然おかしくないぐらいのね、強い、今、一気に、あの、なんでしょうね、あの、投資家のね、 えっと、モメンタムが変わってると思います。えっと、次にソフトバンクグループの受給の方を見ておきたいと思います。えっと、信用倍率がね、9.81。で、8月の最終週はね、8.84まで。で、ここのところずっとね、14倍、15倍っていうところで、まあ、非常に改ざんが多いよねっていう形で、まあ、あの、受給がね、悪い。改ざんが解消されないと上がらないよねって言ってたんですが、実は改ざんはね、これ全然、 あんまり変わってないんですよね。むしろ先週9月3日までの週でね、ドカンとまた増えているので、なんかこの上昇の前にね、信用買いが増えてるんで、なんか漏れてたんじゃないのっていう気もしないでもないぐらいこれ増えてますけど、なので信用倍率がこれ低下しているのは、信用売りがね、ぐーっと増えてたということなんですよね。まあずっと株価が下がってきてるので、まあどんどこどんどこ売り浴びせられてたというところに来て、この上昇ですよね。なので、ちょっとね、 まあよくわかんないですけど、この急激に8月増えてきた信用売りの買い戻しをね、迫られるんじゃないかなという気がしていて、まあもうある程度今日の上昇は、その買い戻しがね、あったんだとは思うんですけれど、ね、もう一段ね、買い戻しで、ショートカバーによっての上昇っていう、そういう面もね、出てきたのかなと思っているので、ちょっとね、ソフトバンクここでかなり相場の向きが変わってきたんじゃないかなと思います。 で、こちらは上海総合指数の冷やしですね。 これは何が言いたいかというと中国がまあズドーンとねいろんな規制によって大きく下げたんですけどそこから戻してきてるんですね戻してまたいろいろ叩かれてってことなんですけれど、まあ、そう言ってあのそういうまあ規制の話とかであの綱引きしながら非常にまあ強く戻ってきてるんですよね中国はで今日も大きく上昇1.5%の上昇をしていますなので中国が、まあ、あの落ち着いてきたということはソフトバンクってね別にあの完全な中国銘柄ではないですけれどやはり、 投資案件中国いろいろ大きいということで中国が軟調になるとソフトバンクもずっとね軟調になるという傾向がもうめあの明確に出てましたからえ上海総合指数が強含んできたということはソフトバンクグループにとってはね えっと上値が重い要因が少し後退をしているので、そこに来てね、この受給の買い戻しとか、大きなヘッドラインが出て、一気に好転してますから、ちょっとソフトバンクグループが今度ね、強くなっていくんじゃないかなと。もちろん日経平均はソフトバンクグループだけで動いてるわけではないので、ソフトバンクがちょっと戻したところでっていうのはね、ありますけれど、けれど、えっと、引き続き日経平均が底堅く上昇していく、バンドウォーク上をね、していく。 っていう時にソフトバンクが足を引っ張るという心配がね少しなくなってきたような気がしていてちょっとそこは要注意かなと思っています。はいまとめです。トピックスの38.2%押しは日経平均で言うと3万320円ですよとで日経平均の23.6%落しこれいずれも月足ですけどねえー、っと3万1645円ということになります。でそれからトピックスが23.6%押しぐらいまで上昇するとなれば日経平均は3万5000円というまあフェーズになってくるんじゃなかろうかという。 単純な算数ではありますけれども少しね、上昇のメドとして、まあ、少なくとも3万300円とかね、もしかしたら勢いによっては3万1600円ぐらいまではあるぞっていうのは、ちょっとイメージは持っておくといいのかもしれない。で、えっ、ー、とね、あのチャートの時のにお話をしましたが、えー、ザラ場の高安で引いてますから、 いろんなところで出てくるフィボナッチでのね、月足の考察とは若干数字は違ってますけれども、そういう意図でやってるのでご了承ください。ソフトバンクグループがあのヘッドライン、今日のね、ヘッドライン起点に判定してくる可能性が出てきましたと。上海は強くなってきました。それから、ちょっとね、8月の信用売りのショートカバーがもう少し出てくると、まあソフトバンクね、明日も一段高という動きになるかもしれないので、まあその目線でちょっとね、見ておくといいのかなと思います。 はい。ということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンそして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察もしております。よろしければチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね